まあでもブラジルに来てから考えたら1週間ぐらい経つんで、コンディション的には、まあ、むしろ上がってきてる方だと思います。まあ、特には感じないというか、まあ、強度の高い試合でしたけど、まあ、しっかり切り替えて、まあ、体もリフレッシュできたんで、まあ、中2日ですけど、まあ、そこは全然問題ないかなと思います。やっぱり迫力だったり、その球際の絶対に負けないっていう、そういう気持ちっていうのは本当に違うなっていうふうには感じましたし、まあ、やっぱり強豪だからこその決定力だったり、そういうところの差は強く感じました。1回経験したんで、それを分かった上でプレーしたいですし、もっとやっぱ判断スピードしっかり上げてやっていきたいなっていう思いはあります。まあ、本当に世界的にも活躍する選手が多くいるチームなんで、まあ、やっぱ個人としてもそこを相手に戦いたいと思いますし、まあ、やっぱ組織としてしっかり封じ込めるように頑張りたいと思います。まあ、やっぱりまずは守備のところで強度高く戦うってことをベースにした上で、まあ、その上でチャンスがあったらしっかり攻撃参加して、まあ、数的優位作って、まあ、しっかり走って頑張りたいと思います。まあ、本当チーム一丸となって総力戦だと思うんで、まあ、ひたむきに本当一つ一つやっていきたいと思います。